はい、どうもディエゴ電機です。いきなりですが、ハードオフさんにはいつもお世話になっております。特にジャンクコーナーはいつも違う発見があり、宝探しのような気分を味わうことができます。今回発見したのはこちらのグラフィックボード、ギガバイトの GForce GTX770 オーバークロック仕様。ハードオフのジャンクコーナーではなくショーケースの中に入っていました。ただ値札にはジャンク、修理してお使いくださいという動かないこと確定のコメント。店員さんにお願いしてショーケースから出してもらい、裏側の基板を確認しましたが結構綺麗です。どうして動かないのか不思議なくらいです。ということで購入を決意、買ってしまいました。お値段は税込みで2200円。修理できて動くようになったら結構いい買い物だと思います。それでは早速動作確認といきたいところですが、余っているマザーボードが家にありません。そこで過去に作った空気清浄機 PC のマザーボードを使用します。2週間ほどネットサーフィンなどで利用しましたが、不具合もなく結構快適に使うことができました。この PC で空気がきれいになっているのかどうかは知る由もありませんが、まあ空気清浄機についていたフィルターを通した空気で PC を冷やし排出されているので、おそらく普通より空気がきれいになってほしいという願望を述べておきます。動作検証用の安いマザーボードを買ったら、これは元に戻してまたベッド横に置いて使いたいと思います。そんなことを話している間に外枠を外し終わり、せっかくまとめた配線をニッパーで切り、電源ケーブルをマザーボードから抜いています。すべて外し終わったところで、マザーボードと土台を固定しているナットを取り外します。4箇所ナットで固定してあるのですが、細かいところにナットを入れて固定してあるので結構大変です。ラジオペンチでちまちまナットを回してマザーボードがケースから取り外せます。このマザーボードを自作ベンチ台に載せます。位置を合わせてネジ止め、ここにグラボを載せます。 PCIe×16 のスロットはラッチを下ろしておきます。しっかりとグラボを差し込みます。ミニ ITX の小さいマザボに3連ファンの巨大なグラボってロマンを感じさせる構成です。グラボの見た目もかっこいいし、無駄に一周させています。ストレージも空気清浄機につけていた重化製ピカピカの SSD をそのまま使えます。 SATA ケーブルでつないでおきます。あとは電源をつなぎます。使うのはこれ。電源も余っているものがなかったのでどうしようかと思ったのですが、近くのハードオフに行ってみたら売ってました。コルセアの 550W の ATX 電源で、主電源24ピン、補助電源の8ピン、PCIe が8ピンと6ピン、その他大量のケーブルがついています。これを電源の取り付けスペースにネジ止めしていきます。電源ケーブルをいろんなところに挿して完了です。小足配線ってこれのこと？というような見た目になりました。スイッチのケーブルをマザボにつないで、モニターとグラボはディスプレイポート端子でつなぎました。 USB コネクタにはキーボードとマウスを挿しています。それではスイッチをオン。スイッチを入れた後 CPU ファン、電源のファン、そしてグラボのファン、すべてが回りましたが、モニターには何も映りません。
映像出力をグラボからマザーボードに変えてみると、いつもの画面が出ています。ここからタスクマネージャーを開き確認してみましたが、やはり GPU は認識されていません。一度シャットダウンして BIOS 画面に入り、ボードエクスプローラーというところからマザーボード上の構成を確認できるのですが、その画面にも PCIe×16 には Empty と表示されてしまいます。ファンはちゃんと回りますが、マザボ側に認識されておらず、映像出力が完全にできない状況です。とても綺麗なグラボだったので、何かの手違いで動いてくれないかなと思っていたのですが、やっぱりダメみたいです。分解して中身を確認してみます。基板に取り付けられている全てのネジを外していくと、基板側とヒートシンク側に分かれます。ファンコネクターを外し、まずは基板の掃除をしてみます。エレクトロニッククリーナーを使ってグリスを除去した後、基板全体にも吹きかけ、汚れがあったら取り除こうという作戦です。このまましっかり乾くまで3日ほど放置しました。その間にファン側も掃除しておきます。パーツクリーナーを使ってグリスを取り除き、ヒートシンク周りについていたシリコンパッドも取り除きました。あとはエアダスターで簡単にホコリ除去。お掃除したことで接点が復活してついてくれるかなと思ったのですが、やっぱり映りません。ということで最終手段、リフロー修理を試してみます。グラボが壊れてしまっている原因の一つとして、コアの部分と基板をつなぐハンダが割れて接触不良を起こしていることがあるとのこと。このコアの部分を220度ぐらいまで再加熱することで、割れたハンダが再度溶けてコアと基板が再結合され治ることがあるとのことです。インターネットを見ていると、コアの部分を加熱するために様々な方法が試されています。一般的なのはヒートガンという超高温熱風が出てくる機械を使って温める方法、ちょっと過激なものはグラボをアルミホイルで巻いて220度に熱したオーブンに入れるグラボのアルミホイル焼き、最近ではグラボのコア部分をアイロンで温めるハンダのシワ伸ばし。ただ残念ながら家にはヒートガンもオーブンもアイロンもありません。あるのはこれ。ガスバーナーです。温度調節ができるのですが、一番弱い日で1000度とあります。ハンダだけでなくグラボが溶けます。そこでコアの部分もアルミホイルで覆い、ガスバーナーで温めようと思います。調べた結果、アルミホイルは300度近くになると燃えてしまうとのこと。つまりアルミホイルが燃えないギリギリを攻めれば、ガスバーナーでコアの部分を220度くらいまで持っていけるのではないかと思ったわけです。早速グラボの基板をアルミホイルで包んでいき、コアの部分にもアルミホイルをかぶせて着火。だいたい30秒ほど温めて30秒休ませるというのを3回ほど繰り返しました。本当はもっと長時間炙った方がいいのかもしれないのですが、ちょっと怖くてこれ以上はできなかったです。アルミホイルを外して動作確認、スイッチを入れ、映像は
映りません。ということで残念ながらマザボ側に認識されず映像が出てきません。もうちょっと自分でも調べてみて修理してみたいと思うのですが、もしこうしてみたらいいんじゃないかというご意見ございましたらコメント欄にコメントください。お願いします。もっと基盤をよく見せろという方のために残りの時間を使って綺麗な音楽とともに基盤を映しておきます。ご確認いただければ幸いです。